せーの、We are Team Four。 ファイト！ MC コア！ ザロー！ アイカ！ アイマリさん！ みんなが好きなポーズは？ 3、2、1！ それさすがに自分のポーズやんな！チーム対抗！ゲインインフルエンサーなら必ず踊れるでしょう！ TikTok ダンス対決！インフルエンサー全踊るわけじゃないけど、ゲイン TikToker ね！ゲイン TikToker？ え、だって TikTok 投稿してるみんな今。いや、そこは問題。だからゲイン TikToker とは呼べないじゃん。してる！やめしょ、TikTok ダンスリレーだよ。はい！TikTok ダンスリレーでも正直言うけど、もうダンスっていや分からん、俺もう女子がやっぱダンス踊ってるイメージがめっちゃあるわ。そう、男子見てるから、ダンスはもう流れが早い。女の子でやってもらおう。今回はね、最近のものから古いものまで入れてるんで、前のやつも多分みんな踊れると思います。はい、で今回はちょっとえんちゃんがちょっと体調不良なので、はいはいはい、司会の方に回ってもらいたいと思います。はい、元気なんやけど、ほぼほぼ体を動かせないので、今回天の声します、エンです。で、チームワーキャーもこちらに決まったっす。はい、はい、こちら、ここと半分とここと半分です。おー、なるほどね。オタミバーとタロエムリザ、そっちみんな知ってる。芸人 JK だね、踊れるんじゃないかなと。まあでも心強い JK もさ、兄か、兄かな、心強いとか嫁嫁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 というわけで、早速勝負していきましょう。せーの、レッツゴー。1走者目、2走者目、3走者目、考えてください。はい、1番が、はい、今決めてもらって。で、はい、順番1、2、3が決まったと思うんですけども、3番の方が終わったらまた1番の方が踊ります。そして今回、10曲ずつ、計2回戦行います。はい、そしてその点数、合計の点数が多かったチームの勝利です。8、だからこの順番で、もう正直運もあります。得意の曲がもしかしたら前の人が踊ってたり、次の曲が、え、この曲知ってんのにってなる場合もございますので、その時にマイナス抜かしていいですか？ダメです。ダメですか？リレーなんで。あなた、陸上でリレー抜かせる人見たことありますか？これ、アリシャさんみたいにカニ肉とかなしもいい。なしです。アリシャさん、アリシャさんセーフ。アリシャさんセーフ。あれはアリシャさんやから許されるだけ。あ、そうなんや。あれ、バリオンボロイやな。それをしてしまった人はマイナス50点です。うわ、逆落カーニングはなしで。なしで。はい、なんで、曲が終わった瞬間に次の人が画角に入ってくるって感じでお願いします。はい、それでは、一走者目の準備お願いします。おーい、おーい、マイル、いや、さすがに勝てる。それでは、現役 TikToker なら踊れるでしょう、ダンス、TikTok ダンスリレー1回戦、よーい、開始。きた、余裕やん、いいな、うわ、いいな。 あ、ちょっと分かん、抜けてる、抜けてる。まあ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 、セーフにしよう。やっぱり。やばいよ。踊れた。なんでこれ。これ怪しいでしょ。たぶんできてる、できてる。たぶんできてる、できてる。これわがまいけてるの。わがま。クリア。あ、何やってんの、おい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 、何これ、聞いたことない、やばい、そこなんだよ、ゲーム。 OK でーす。え、これ、あ、いいな。え、なんで、お、真似してる、真似してる。あ、これはもっと面白いんじゃない。じゃあ、どうしたの今。
じゃあ次行きます。エアウォークしとる。三時降りて。はいな。アルミ。いけるぜ。ちょっといいか。一回終わりです。一回戦終わりです。これ見て。いや、ええで。何一回。いやー、やばい。東海大五秒で決勝しよう。余裕。アルミしたかったね。もう待って、トトロおるねんけど。今回の判断なんですけども、一瞬の振りが合ってたとしても流れが合ってなかったら不正解にしております。厳しいです。なんとなく私が見て、あ、確かにこの振りやったなっていう間違いで、もこの振り合ってるなと思ったら OK にしますけど、いや明らかそれはちょっとカンニングもしてるしちょっとダメだなっていうのは除外しております。まあ、はい、発表させていただきます。疲れた。コタバーアミ6ポイント。ほぼじゃん。最強ちゃん、ほぼやろ。最強ちゃん。そしてタロエムリザ4ポイントです。違うねん、あれほんまやばい。 MC が惜しいねん。おい、なんでそれやったやんってやつを忘れてるねん。惜しいと惜しい。ジャッ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 ジャこたつ、あの何も何食わぬ顔で一番自信満々に踊ってる。俺らの満点7点や。分かってる。おい頼むで。おい順番満々。俺全力バレバレ。順番変えてもらってもいいですよ。逆にあれ来るかもしれない。全力バレバレ。全力バレバレ来るわ。いやけど、どっち10問やったら4問まず正解してもらう。絶対そう。マスト絶対。じゃあ順番変えますか。順番変えても OK です。はい、どれだけ遠い。帽子かわいい。 TikTok ダンスリレー2回戦開始。うわ、あーね、あれや、あー聞いてる。あ、2番手いいよ、こたつ。大パクだよね。あれ、MC カンニングしてるんじゃない？うん、横の人すごいいてね。たぶんいけてたね、頑張ったらね。よっしゃ、かわいい。え、あれかわいい。え、おいい、たぶんしゃ、たぶんいい。ほんまにあってる。絶対間違ってる。もっとアタック。たぶんしゃ、無理やね。無理やね。腰振ろう。腰振ろう。腰振ろう。ちょっと腰振ってください。
ったよ。いやー最後踊れてました。あ、でもアミクよりお二人が頑張ってくれたから。はい、これで汗かくねんな、これ一回でもいいからアミカに勝ったって実績があるよね。マリオよかった、マリオ。そっちの真ん中、なんでその自信できるの。結末発表、同点やったら延長これいいですね。同点だったら延長になります。同点ではございませんでした。おしょ、これも決まった、決まった、勝った。今回このティックバックダンスリレーに勝利したのは、ドゥルーン、ドゥン、コパパーミー。やったー、なんだね、そうね、11対8。はぁ、やっぱりアミカができてるんで、こっちゃんだけやとほぼミスしてた。じゃあこっちのじゃ間違えたら誰なん。俺が本気出す必要がない。今回は若葉がほぼフルで踊れとったんで、でもアミカ最後怪しかったです。いや、うちのリーダーがそれマイナスしても、それマイナスしてもマイナスされてた、聞いてない。チェリーに、で、このチーム誰が間違えてって。いや、ほとんど全員間違えてほとんど全員。いや、MC 頑張ってた。ごめん、MC 頑張ってた。あまりさんも、あまりさんはマジで、お前、反省したわよ。おい、なんてだよ。あまりさんは全部知ってた。誰だって、こんなんやったやつ。ちなみに罰ゲームあります。そう、用意してるみたいです。おい、罰ゲームございます。TikTok に関連してる企画なので、太郎社 MC 甘井田くん、これのこの動画が投稿された3日間 TikTok 投稿してください。これはね、あのしっかりプラスになるから、プラスになるから、プラスするべき。1ヶ月にしようぜ。え、踊れてないやろ、お前。踊れてないやろ。こっちゃん今日正解した数何個。